半熟になってなかったけど。はい、本日はですね、カシューナッツ入りのガパオライス作っていきます。それではね、材料の方紹介していきます。カシューナッツが 30g、こちらピーマン1つに赤パプリカ半分、これね、玉ねぎが1/4、バジルはね、お好みで入れてください。それとこれね、鶏肉が 100g。 調味料の方いきます。こちらがナンプラー大さじ1、醤油大さじ2、すりおろしにんにくが小さじ1/2、これはね、唐辛子の輪切りですね、これが少々。この材料で作っていきます。それではいただきます。あ、固まってもた。ちょっと半熟になってなかった。
本日はですね、アジアンムード漂うガパオライスのご紹介でした。ガパオライスと聞くと難しいイメージあるかもしれませんが、今回みたいにね、ナンプラーと醤油で簡単にできますので、皆様一度お試しください。今回の料理のポイントとしましては、カシューナッツなんですけれども、粗みじんにすることによって歯ごたえが残りますのでね、あんまり細かくせずに大体でね、パンパンパンとやってね、入れてもらえればいいと思います。また辛さの調整なんですが、最初に入れた唐辛子を、少なくするか、またなくしてしまうことによってね、お子様でもね、美味しくいただけるメニューとなっております。それとね、材料の紹介の時に塩コショウ、今回スパイス使ったんですけども、塩コショウとオリーブオイル紹介するの忘れてたんで、またねここに材料書いておきますので、これを参考にしていただければと思います。はい、本日の動画は以上となります。この料理役に立ちそうだったら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームービーゴーでした。